ということで、階段があるよ。貸し切り自由席となってますので、こちら席でお座りください。どうぞ。もう存分に使ってください。はい。どこに座るのかな。おお、すごい。なるほど。軽やか。あ、いいね。前もいいんだよね。ここら辺だと照明もすごい綺麗だよ。ちなみに僕たちはここぐらいまでは前に出ます。はい、はい、はい、前もいいよ。途中で後ろから見るか、途中で移動しても大丈夫。そうだね、場所を変えて、ね、貸し切りだから、貸し切りだからね。なんだろう、反応がいい。ディスタンスもね、だけどね、はい、関係によるよね。よくマスク知ってるんですね。駅は地面。いろんな場所に座りましたね。はい。先生もありがとうございます。ありがとうございます。福島高専の皆様。はい。六ディムでございます。よろしくお願いします。お願いします。本当に来てくれて。片瀬さん、マスクを。君だけなんか気にしてる。声が全然こもってる人がいるなと思って。さて問題です。この人の血液型は何型でしょう。 B。 星座は何座さっき B 型天秤座。サソリは私で映像見てるからね。すごいよね。もう来るときに、出会ったときに血液型と星座知られてる。何回も出てくるからね。同じ星座と、ね、B 型の方が大好きだと思いますが、はい、A 型がおりません、はい、AB そうです。今回今日綺麗に割れてる、割れてる。こっち3人が AB、こっち B 型、はい、B 型、AB 型の人、この並びで、こっち側に、こっち側に来るってこと。分けなくて、分けなくて。B 型の人、B 型の人。あ、先生も先生。あれ？ O 型の人。おお。ね、大事な存在ね。おお。大事な存在。A 型。ああ、A 型さん。A 型ね。バランスだね、なんかね。いいバランスと満点なんか。本当に血液型知らない。はあ、そうだよね。本当そうですよ。全然。じゃあ B か AB で健康だと選んでください。じゃあ選べない、選べない。それぞれで話しすぎてない。唯一の A 型は即興で証明してくださる山口明子さん、後ろにいらっしゃいます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、始めますか。行きましょうかね。行きますか。ユアシアターと打ちまして、我々が、みんなのためにですけども、必死に一生懸命、頑張る即興の物語、はい、一緒に体験していただきたいと思います。いただきますよ、はい、それでは、はい、始めます。最多人数でございます。たくさんある、はい、めっちゃある。めっちゃある、いっぱいある。ソリいただきましょう、ね、ちょっとみんなに回すね。はい、お話しください。これはもうないのかな。もうないよ、はい、これをなんて書いてあるかっていうのがね、本当に楽しみなんですよ。みんながね、書いてくれて、この中のね、3枚3枚ずつ、はい、ありがとう、はい、すごいすごい、よし、
みんな他の劇場でやったこととかはあるんだ。へえ。じゃあ結構馴染みがある。あんまり客席側に行くことはない。ここある。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 あ、ありがとうございます。さあ、はい、じゃあ。はい、じゃあじゃあこれをですね、まずはこの小劇場、有吉さんも久しぶりの公演になってますけど、みんなの言葉をですね、このステージにバーッと書きたいと思います。まず行きますか。はい。ちょっといろんな場所で書きましょうかね。行きますか。はい。行きますよ。はい。行きましょう。はい。せーの。よいしょ。あと巻かれた。はい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 。その場でお芝居しながら途中で紙を拾って中のセリフを読みます。言葉を読みます。はい、我々の唯一の脚本になっています。どう結びつけていくのか、お楽しみください。はい、じゃあ、はい、設定ね、はい、せっかく貸し切りですから、はい、ね、みんなのなんか声を聞きたいので、はい、演劇部だから、うん、演劇にちなんだシチュエーションでやろうかな。いや、例えばほら、本番前の楽屋だったりとかね、あと稽古してる時、ね、みんな高校生だからね、高校、うん、高校は稽古場みたいなのがある、教室で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 やる稽古、あ、そうなんだ、ちょっと、ここで言うとこれどれくらい半分くらい、まあまあ広い、わかりました。いいね。じゃあ、うん、こっちからこの部室で教室するところで、こっちからその外でサボるとサボるとサボるサボるとこね。ドアとかあるのかな、じゃあね。ドアとかあるんじゃないですか。あるんじゃないですか。じゃあちょっと出そうよね。なんかどんな、あ、ああ、こんなこんなものがね、ドアが、はい、準備してまして、ドア代わり、ドア代わり、じゃあ使いましょうか。はい。今ね、センターを、あ、なるほど、センターを真横なんだね。真横ですね。ドア斜めの、はい、はい、かな。じゃあこっちが教室、こっちはサボるの。サボるの、サボるの、サボるの。階段とか、はい、ではじゃあ見ようかな。ということはタイトルは演劇部で演劇部ね、行きましょうか。はい、あくまでフィクションですので、はい、それでは行きましょう。行きましょう。はい、行きます。3、ちょっと集中してセリフを覚えて。あ、ごめん。なかなか覚えられなくてさ。今日から始まるね、稽古。そうなんだ、ドキドキなんだよ。ねえ。よかったら一緒に読み合わせしてもらってもいいですか？いいよ。じゃあ最初のところから。最近さ、何？りょうこがさ、おお、ゆうすけのこと気になってるらしくて。ねえ、いやー、もうすぐ分かるよな、あれな。きついよね、同じ稽古がいてさ。いや、もういらん、いらん。あれはね、お芝居じゃない。リアル、怖い。あれがリアル、あれはただの声、あれはただの声です。やべえなー、楽しみだな。すごいじゃん、全部覚えてるじゃん。そう、主役ゆうすけくんの相手役、私じゃないかなと思って。バッチリだよ、今だったらさ、全部もうセリフ頭に入ってるから、自分の信じたいと思ったことを信じてね。でも不安だったら誰かを頼ってもいいんだよ。ゆうすけもさ、もう、まんざらじゃないよね。いや、あいつ時々いいこと言うからな。心に信じる。見てると、まっすぐ対まっすぐで、なんで付き合わないのかなと。え、じゃあゆうすけもちょっとそういう気がある。いや、あるでしょ、あれは。あ、ゆうすけくん、仮にって話します。仮に、うん、はい。好きな男の人がいるとします。うん。その男の人は、なんか、すごく頼ってほしいっていうタイプの人です。うん、うん。
あの質問だで、その質問なんだけど、その女の子はその男の子に頼った方がいいと思いますか？仮にの話ね。仮にで答えるよ。借りたい借りの必要はもう。借りに答える。それは、頼った方がいいんじゃないのかな。りょうこちゃん。はい。あ、え、い、う、え、お、あ、お、か、け、きく、あ、りょうこちゃん。稽古、宣言。ごめん、これから大事な稽古でさ、これから本番迎えるのにさ、うん。部活の中でこういうこと、ダメだって思ってたんだけど。うん、産んでくれてありがとう。すごい、すごい。この世の中に生まれて幸せです、お母さん。りょうこちゃん、僕君のことが好きだった。言っちゃった。ゆうすけくん、さっきの仮にって話、仮の女は私なの。私もゆうすけくんのことが好き。俺で、ね、感謝した後に告白なんだよ。私ゆうすけくんに告白して OK だと思っ、あ、OK って言ってもらったら、こうやってゆうすけくんに伝えるつもりだった。いつも仲良くしてくれてありがとう。大好きだよ。俺だったらさ、ここで歌を歌いたいと思うんだ。お、いいね。歌を歌い合う二人の思い。そうだよ。その言葉がお互いのハーモニーを生み出す。す ゆうすけくん。りょうこちゃん、ゆうすけくん、りょうこちゃん、あなたは、君はいつも私を見てくれてありがとう。僕だっていつも君のこと見ていたんだよ。だけど部活の中では恋愛ご飯となったよ。その後は輪を開ける閉める、そして期待では付き合う。部活だけど本当の恋は仮じゃない。お母さんに感謝した後に好きでよって、なんかその先も見据えたような告白の仕方だなと。普通にそれで淳君こう普通に笑ってた。外を見た時にさ、あ、え、いるって。あっちがそれじゃない。それでごまかすっていうね。いなにハーモニーを生み出すって言って歌い始める。あれすごいですよね。はい、みんなの言葉がすごいよね。すごいね。いい言葉。お母さんもあって感謝のね、みんなの誰かとか自分のに対しての言葉をお芝居の中に入って、さあ即興の物語はどうなっていくのかっていうのをやっていきたいと思います、はい、じゃあ次、はい、うん、じゃあ僕とどうしましょうか。はい、これなんか、うん、どんな関係、あ、どんな2人の関係、いいね、見えます、この関係でやってみると、兄弟、おー、はいはいはい、どっちがお兄ちゃんだと思いますか。こっちすごいな、すごい、お兄ちゃんね、はい、大事な時は、はい、兄ちゃん、兄弟、はい、10代、兄弟、はい、10代の兄弟、もうちょっと前に言ってくんないから、ボソボソ、10代の兄弟、10代の兄弟、俺お兄ちゃん、お兄ちゃんね、大学生、じゃあ高校生、はい、はい、大学生と高校生の兄弟、はい、では行きましょう。兄弟の物語、3、2、1。兄ちゃん、大学ってさ、どんな感じ。
お前ワクワクしてんなもう。来年だもんだって。大学もう決まるの？っていうか行きたい大学あんの？うん、ある。あるの？俺さ、うん、兄ちゃんと同じ大学行きたいの。結構頑張んないとダメだぞ。やっぱそうだよな。でもお前なら大丈夫。マジ？兄ちゃんはお前より頭悪いの。お前はすごい。マジ？だから大丈夫。いけっからお前。いけるよ。あのさ、うん、俺ね、お前を見て、お前頭いいなって、お前できるなっていつも思ってたの。うん、だから俺はお前を見て、俺兄ちゃんだからもっと頑張んなきゃって思った。その時に自分の中でいつも頑張れっていう気持ちで唱えてる呪文があってさ、たくさんの学びを私に届けてくれてありがとうございます。そういう言葉言ってる。兄ちゃんってすげえな。それお前だよ。たくさんの学びってお前だよ。そう、兄ちゃんそういう風に思っててくれたの。お前はすごい。弟とは思えないっていうか、いつもお前、普通は兄ちゃんがすごいって言われてさ、弟はってこうあるけど、弟さんはすごいねってこう言われてた兄ちゃん。だからその度に、いや弟を見て学ぼうって思ったからこの大学入れた。ありがとう。そうだったんだ、うん、俺はだって兄ちゃんともっと近づきたいからさ、兄ちゃん追いつけ追い越せでずっと頑張ってきてさ。おいおい、これ以上追い越されたらやばいよ。そっか、うん、そうだったんだ。だから頑張れよ。大学入ったらさ、楽しいこといっぱいあるから。兄ちゃんなんか、うん、もしかして悩んでる、うん、聞いてもらえる？え、あれだってさ、大学行ってさ、すげえ楽しい。全然大学の話してくんないしさ。ちょっとね、え、まあ、めちゃくちゃ頑張ったんだよ、うん、めっちゃ頑張って大学パンって入ったらさ、ああすげえ奴らがいっぱいいるわけ。ああ果てしねえのな、頭いい奴ばっかりでさ、もう先生がさ、黒板にさ、びっしりなんか数式書くわけ、うん、その上からまたなんか書くわけ、もう読めないのよ。そうだよ、上から書いちゃったら読めないよね。だけどみんな、もうなんかもうカリ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 してて、うん、先生、上に書いたら読めませんよってみんな言わない。マジかよ。それでも理解できてるってこと？そう。マジか。だからさ、俺思わずさ、一回だけだよ、うん、先生って言って、みんなが見た。で先生をピタッと止めてさ、俺の方を振り返ったわけ。で俺は先生に向かってこう言ったんだ。たくさん迷惑をかけてしまって本当にすいません。兄ちゃん、先に謝った。兄ちゃん、もうパッて見て、もうやめてくれ。すいません、兄ちゃん、注目やめてくれ。それ以上言うの。出ちゃって大学から、やめて。え、そのままパッて走って出ちゃって。それで今ここ、え、大学今行ってない。マジかよ。なんだよ、俺ずっとさ、兄ちゃんに憧れて、ああ大学行きたくて、兄ちゃんが行ってる大学に受かろうと思ってここまでさ、受験勉強頑張ってきたのに。ああ兄ちゃんさ、ああ俺にこう言ってくれたじゃん。俺が勉強つまずいてる時にさ、頼っていいんだよ、無理はしないこと。俺何やってんだよ俺。無理してんの兄ちゃんじゃん。なんだよ、これから頼ろうと思ってたのに。すまん、必死に言ったんや、その時頼っていいんやよって。一生懸命兄ちゃん、器広い兄ちゃん演じてたんや。兄ちゃん、兄ちゃんアップアップも。兄ちゃん分かったよ。なんや、頼っていいよ。そんな、頼っていいよ。そんな、弟の俺だって勉強してっから。やべ、弟の胸で泣いてええか。いいよいいよ、いつだって来たっていいよ。そんな兄ちゃんと、兄ちゃんと一緒に大学行く。はまだ受かってないけど。受かってないけど行くんか。行ってやるよ。ついてきてくれるんか。そうだよ、その上書きされてる黒板とか、ああ俺が教えてやるから。隣に教えてくれるんか。教えてやるから。だから頼っていいんか。兄ちゃん頼っていいんだよ。マジ兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん来てるか。分かった、兄ちゃん。そうだった。ごめん兄ちゃん、だから甘えちゃダメだと思ってた。甘えていいんだって。びっくりした。甘えるわ。あっち、どこにいても大切な人には変わりないよ。
一緒に行くって言ったんだろ。待ってる兄ちゃん、なんでだよ、一緒に大学行くって言ってたの。お前が俺受かってないけど、ついにそこで待って兄ちゃん、なんで行っちゃうんだよ。どこにいても兄ちゃん、大切な人には変わりないよ。一緒に行くから俺が欲しいんだ。迷ってくれよ。名前すぎや。今ので十分や。なんで頼らねえんだよ。なんで頼らねえんだよ。今ので十分や。ちょっとだけ貸してくれもね。本当に大丈夫なのか。もうあんなそんなことされたらもう兄ちゃんは兄ちゃんで亡くなってしまう。時々胸で泣かせてくれ。どこにいても大切な人には変わりないよ。分かった。大学行ってきます。頑張れよ、兄ちゃん。俺地元で兄ちゃんのことずっと思ってるから。兄ちゃん、最後にこの言葉覚えといてくれ。いつもありがとう。これからも楽しい時間を一緒に過ごそうね。弟や。最後の別れの言葉。弟だね。弟やな。なんで言ったんだろう。何言兄としてっていうのがあったんだ。これが出ちゃったからね。一緒に行こうぜ。面白いな。何の勉強してたんだろう。ね、上書きされる。めちゃくちゃ難しいね。めちゃ難しい。でもね、予備校に来てた時に本当にそうだったの。黒板の上にまた書いて。だから大学の時の勉強で、みたいな。数式の、数学のなんか数式をびっちり書いて消さずにその上から書かれてて、ほんまにみたいな。分かんなかったな。るほどね。それが出てきた。実体験が。実体験。さあ、行きましょう。ごめんね。はい、まだありますからね。はい、いける？今、あと1本。あと1本。時間的には行こうか。ね、はい、はい、ま、結構あるからね、まだまだね、結構出るね。6枚引いちゃいますね。1枚、じゃあ1人まず1枚、はい、読みますね。読んで3つの言葉が出て、そこから立ってアイデアがあるとこから始めていく。手のはい、はい、じゃあ、コニタンの音楽に乗って紹介しましょう。じゃあ、お父さん、お母さんがよく言っていること、口癖。眠い、頭痛い。人から言われて心に残っている一言。私はお前アレルギーだよ。小中学生の頃の自分へ今だから言えるアドバイス。自分のやりたいことを正直に言えるようになってね。あんなに小さかったのにいつの間にか大きくなる子供、親の手を離れる時に伝えたいこと。今まで一生懸命私を育ててきてくれてありがとう。何事にも挑戦し続け自分を高めていきます。身近な人に言いたい一言。無理しすぎないでね。あなたの上司や先輩に言いたい一言。遅刻してすいません。眠い、頭痛い。私はお前アレルギーだよ。自分のやりたいことを正直に言えるようになってね。今まで一生懸命私を育ててきてくれてありがとう。何事にも挑戦し続け自分を高めていきます。無理しすぎないでね。遅刻してすみません。はい、6つの言葉が出ました。今から用意スタート。アイデアがあるところから始めていきます。では行きましょう。これが最後の物語です。3、2、1。
くない。そうか、お腹減った。マックがいい。マックはお母さんがほら月に1回って言ってるでしょ。言ってるね。え、もう食べたでしょ。昨日食べたよね。さっきも食べたけど。食べちゃったの？だって振られたから。純子は元気でない。2つ食べたけど元気でない。ダブルチーズバーガーあるよ。太るからやだ。なんだよ。ダブルはダメ。やだな。もうチーズバーガーもあるよ。え、食べていいよ純子。お父さんは見守るしかできないけど、こうやってたまにチーズバーガーあげるぐらいしかできないけど、そんなに好きだったの？頭痛くなるまで泣いてちゃんと言ったの？そうか、好きって、好きって言った。好き。そしたら何て言ってた？ん、え、耳が遠いのかな。好き。ん、あ、ダメと思って、すごい勢いで振られた。いや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 、純子、それはね、まだ、うんだから。いや、向こうはほら、彼も。でも。そうだよな。うんってないよな。絶対聞こえてるもんな。はい、ここはテストに出るよ。アレルギー反応。はい、上から書くぞ。はい、アレルギー反応ではですね、自分の体の体内に入った、その、まあ、なんだろうな、そういった要素に対してですね、免疫機能が過剰反応することから生まれる体の、はい、反応です。つまりですね、そいつ自体は悪くないんだね。これ花粉症、思ってください。アレルギー？スギ花粉。スギは花粉がないと受精できません。あの人、します。私アレルギーかもしれない。人の体の中に入ります。そうすると自分の体の中がですね、過剰に反応する。これがアレルギー反応です。はい。はい。治せないんですか？治せません。大体は。治したいのかな？え？直したいのか、まあ、これ直るってことじゃないんだよね。なんていうのかな、高いお金を出す、いろいろな悪い水があります。え、これを飲むと治ります。バーン、嘘です。そういうのはダメで。あ、すいません、遅刻して。あ、あ、ジョコちゃん、ごめんなさい。あ、昨日ごめんね、なんか話途中。え、途中じゃない、行った。あ、僕が途中で君が行っちゃったから。え？僕まだきちんと君の気持ちに言葉返してないよね。うん。いい。いや、うんって言ったらもういいっすって言っちゃったから。あーと、あー言ってる、あー聞こえてなかった。あ、ごめん。泣いてたからもう。じゃあ、きちんと君に言葉、僕ね、君にアレルギーなんだ。あ、違う、トイレなんじゃないんだ。君がいないとダメなんだ。君がいないとアレルギー起こしちゃう。逆のやつ。君がいないとダメなんだ。なんか寂しくなっちゃって心がなんかぽっかり開いちゃったような気がして、だから君がないとダメなんだって。私も多分涼くんアレルギーだと思う。だってすぐ頭痛くなるし、すぐ眠くなるし、すぐだからお腹いっぱいになんないし。純子ちゃん、僕の答えはイエスです。ええ、よかったら一緒にハンバーガーも食べに行きたい。ダブルはダメだぞ。え、ダブルだからダメだぞ。ダメ、いいじゃん、ダブルとか食べたいよ。シングルを2つは OK。 あるからこそ子孫を残せるわけだね。これはね、君たちのお父さんとお母さんも一緒です。はい、精子と卵子が受精をしてみんなが生まれたわけだ。お家に帰ったらですね、お父さんとお母さんにいつ私が受精したこと聞いてみてください。嘘だよ、聞くなよ、絶対。お父さん、いつ受精したかっていうのはちょっとあれだ。なちゃんと伝えて。それ先生はそれ言ったのか？宿題だって。そっか、それ本当に言ったかな。だってそこをちゃんとみんなで発表するって話を先生は授業で言ってたから。純子、その前に話すことあるんじゃないか。
言わなくてもわかるでしょ。わかるよ。お前、顔似てるなぁ。さっきもすっごい、うん、全然ね、眠くなくてもうね、もう今日寝ないかもしれない。寝ないと、お肌は良くないぞ。あ、りょうくんに見られたらどうしよう。ニキビとかできたらどうしよう。母さんとさ、最初に出会った時も、母さん似てるよ。母さんもそんな感じだった。わかりやすくてさ。で、もう舞い上がった母さんがさ、こう言うんだよ。いつもありがとうって。感謝。感謝。あ、でも私もそう思ったかもしれない。よくな。何、好きって返してくれた時に、ありがとうだ。これはとても大事なことだ。素直な気持ちを今日は家族の人にちゃんと伝えてください。いつかと思ったらその時は過ぎ去ってしまう。大切な人にはちゃんと向き合って自分の気持ちを伝えることは大事。ここはテストに出ないけど。お父さん、うん、いつもハンバーガーをくれてありがとう。いつもハンバーガー、あ、そうだ。ダブルじゃないけど、シングルだけど、お父さんもシングルだから、うん、ダブルじゃなくていいと思うよ。そう、そっか。乾杯。乾杯。お父さんな、シングルでいいって思えたのはさ、いつかな、大学生だった時かな。めちゃめちゃいい弟がいいんだ、お父さんには。え？いつも応援してくれてさ、うん、うん、もう泣きながら大学行ったけど、弟の前で素直に弟の胸でお父さん泣いてた。お兄ちゃんなのに。そう、面目ない、面目ない。お兄ちゃんちゃんとしてよ。そう、泣いちゃうの。だけどそのおかげでお父さんはな、シングルでもいいと思えた。うん、一人で立って、うん、大丈夫。それまではふにゃ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 してた。ふにゃふにゃしてた。うん、だからな純子、はい、その彼と一緒に楽しい時間たくさん過ごすのはいい、うん、ね、はい、で、いつかお父さんのことをお前を離れて。寂しい。寂しいけどそうなんだよ。自分の人生ちゃんと生きてってくれよ。彼に依存しすぎないようにとにかく頑張ろうね。とにかく頑張ろう。シンプル、シンプル。お父さんいつもシンプル。うん、じゃあ今からお父さんは弟と遊んでくるから。仲いいね、うん、じゃあお父さん、弟さんに言っといて。そろそろ勢力争いに疲れたでしょ。もう私たちから離れてくださいって。弟に伝えればいいんだな。弟さん多分もう困ってると思う。そっか、最近ちょっと弟の遊ぶ頻度高かったかもしれない、うん、だからたまにはシングルになった方がいいよって。弟が、弟に伝えてください。分かったよ。私たちシングルで立つんでしょ、しっかり。彼はエリートだから、エリートたちに囲まれて大変な生活で、寄りかかる場所もないから、くねくねしてると思うけど、たまには一人で食べようって。行ってきて。わかった。行ってくる。もしもし。あ、もしもし。私、シングルとして、しっかりします。え、ジュコちゃん？どういうこと？その上で、二人で付き合っていこう。ああ、そういうことね。シングルとしてね。うん。一人と一人でね。兄ちゃん。うん。勢力争い。うん。まだまだ、これからだからな。いいか。疲れてないかって、娘が言ってたよ。え？娘が。兄ちゃんの娘が。うん。俺が？そう。俺が疲れてないかって。そう。言っとけって言われた。そういうことだ。なんかわかんないけど、あの子には特殊な力があるかもな。さすが兄ちゃんの娘だな。ああ、私、いっぱい助けてもらったし、今はこうやって張り合ってるけどさ、今思ってるのは、人生思ったよりもなんとかなる。大学卒業できて、就職もできて、娘もいて、なんとかなると思った。初めて思えた。そうか。だからずっとこうやってまた甘えてるけど、しばらく会わなくても大丈夫。え、頼ってくれよ。あれ、頼っていいんだよ。いや、大丈夫。なんでだよ。どうした。いつになったら頼ってくれるんだよ、兄ちゃん。いや、今まで頼ってた。そうか。でも結局、兄ちゃんはすぐ俺から離れていった。どうした。あれ、逆の依存ってのがあるんだよ。兄ちゃん、うん、
俺、一人じゃ寂しい。アツシ、悩み聞くよ。兄ちゃん、やっとかよ。言えた。兄ちゃん、兄ちゃんだ。兄ちゃんが兄ちゃんらしくなった。兄ちゃんは兄ちゃんらしくなった。兄ちゃん、一緒にいてくれてありがとうございます。とんでもございません。言っていいんだな、そうやって。いいんだよ。ありがとう、兄ちゃん。じゃあ最後に言ってやる。アツシ、忘れ物の癖は治らないので、大して気にすることはないです。兄ちゃん、すげえ兄ちゃんらしいよ。はい、ありがとうございました。はい、はい、時間いっぱい、はい、やらせていただきました。まだね、みんな読めてない言葉ありますけど、後で大切に読ませていただきます。はいはい、ありがとうございました。この後、我々ちょっと一回みんなの思いを込めた映像があるので、それ見て、最後おしゃべりしたいと思います、はい、じゃあおしゃべりじゃないけどエンディング迎えたいと思います、はい、じゃあ安定して映像お願いします、はい、はい、喋る必要全くないので、本当に何回も同じ話してもいいので、思った、ここ楽しかったとか、ここ面白い、なんかいろいろ自分のことを喋ってみてください。はい、もしかしたら、僕らが高校生の頃に体験していない1年間を多分皆さん過ごしていて、うん、そういったことが、まあ、インタビューで出るかもしれませんけど、もしよかったら気持ちとかも厳選と出してみてください。本当に記録になりますね。はい、はい、さあ、じゃあ、あとはですね、いつも普通のお芝居だったらありがとうございました。僕らは派遣部逆で、ね、僕たちが皆さんの見送りをするっていう形で、はい、なので、もうお支度ができたら、はい、すってりこさんと一緒に行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、足元気をつけて、えりこさんに。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。バイバーイ。元気でね。足元気をつけて、仕事気をつけて。バイバーイ。
ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。ありがとう。